はいみなさんこんにちはネコアジェネレーション代表の右蔵でございますいつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございますはい企画部の池田さくらですよろしくお願いしますよろしくお願いします黒黒黒はい、はい、黒が好きなコンサボでございますはいはいたまに来る黒きますはい黒を着たらだいたい僕と被る <laughs> はい今日も皆さんのご質問に答えていきたいなと思いますがはい これもちょっとさっきのライブで出たことをもう一本残しといてもいいのかななんていう,うん、うん、あれ何の質問だっけ結構長く質問いただいてるんですけど要約 <laughs>、うん、すれば結構これ,これまでも聞かれたことあったなみたいな質問で、うんまあ、ニーズみたいなあのことなんですけれども、うん、例えば自分が伝えたいヨガインストラクターさんが自分が伝えたいヨガが結構 内側に特化したというか瞑想的な一面であったりこう内面にこうヨガがどう作用するのかっていうとこを伝えていきたいっていう自分の伝えたいヨガがあるけれども外から実際にこういうあのものをやってほしいって言われるのがどうしてもこうフィジカルに沿ったヨガだったりとかまあヨガがいろんな面があるからこそのことだと思うんですけれども。自分が伝えたいヨガと実際に ニーズとしてこういう風なヨガを求められるっていうところが違う。うんうん、これはどうしたらいいんですかみたいな質問って結構いただいてて、ね、いるんですけど、それについてま,まあうんと誰しもがそこを乗り越えなきゃいけない、うん、受け入れ乗り越え許容し融合させなきゃいけない。うん、まあすべてのヨガ指導者が一旦は通る道、うん、ぶつかる壁、うん っていう風にしか聞こえないので、何も怖がることはないし、えー。間違ってるっていう感覚も持たなくてもいいのかもしれない。ただ、うん、時にある人が今日の話を聞くとわ。それは知らなかったとか。うん、そんなこと考えてもみなかったっていう人はいるかもしれない、うん、うん。そんな類の話で、うん、まずね。なんかね。話し方によってはこうなんか否定的にとらわれても困るので。うんはい あの違うんだよっていうことを別に一切言いたくない、うんあのね、要は何かって言ったらヨガってさ、はい、もうもはやなんだけど、うん、2000年以降もう2000年以前のヨガは僕知らないいいないもんなって業界に。インドから伝わったあの、まあ、いわゆる伝統的なヨガの本質八、はい、段の階段を登っていく、まあ、修行の要素が少しある。うん エクササイズというよりは、自分の人生をちゃんと努力していきましょうっていう要素が強いヨガだったと聞いてますけれども、あの、2000年以降のヨガでしか僕知らないのでね。でも、それですらさ、めっちゃ多様化して、こんなことになってるわけじゃん。今や、もう、なんでもヨガみたいな。そう。だから、その、なんだろうな。えっと、桜にとってのヨガとか、僕にとってのなんかヨガとは、みたいなところって、多分、ご視聴いただいてるね、 これも多分、何千人かの人が多分見てくださるんでしょう。多分、全部バラバラじゃないですか。ね。さくらさんにとってヨガったなんですか。ヨガ。はい。初めて聞くかもしれない。ええ、まあ、なんか。はい、もう、あ、あって当たり前みたいな。どちらかというと。うん、日常で、あって当たり前。はい、そう、そう、だから、そういうことですよね。で、でね、なんか。 僕からすると、じゃあ僕にとってヨガって難しいな。なんか、<laughs> あの、僕は、なんか、理想論を真顔で実践できる安全な場所って<う>僕にとってのヨガは。なんか、せちがない世の中においては、それは理想論だとか、それは上辺だけだとかって言われるところを真顔で真摯に、なんか、 笑顔だ、幸せだっていうところを真顔でちゃんと向き合える場場所、所。安全な場所だからその環境では誰からもそれは否定されることもない何をお前あのかゆいこと言ってんだよとも言われないだから安全性が担保された理想を突き詰めて自分で努力していける場所っていうのが今ふとそんな言葉が出てきましたけどだからこの2人でも違うわけですよ。でしょ もしかしかたら宇宙っていう人もいるかもしれないし、うん、そこにある真実っていう人もいるかもしれないしでねここってあの、まあ、僕は口があるからダメこれ今日の話には全く関係のないというかどうでもいい話というかそのどの捉え方が正しいとかどれが本質的だとかっていうのは本当にどうでもいい今日の質問からすると全く関係のない話なんですよ。だから皆さんの中に捉えてる ヨガは全て尊重されたらいいし全部肯定的に捉えていいしそれいいっすねって僕も思います、うん、これがまず5分もかかった前提条件です <laughs>、はい、ただ今日の話っていうのは、はい、そこの議論じゃない、うん、そこの自分が捉えてるヨガ掛け合わさることの仕事って何 でしょ、うん、今のご質問者は自分が捉えてるヨガはこうなんですだけど目の前で新規で来る生徒さんはそれだとなかなか定着しなかったり、うん、新規集客が難しいじゃあこれってじゃあ確かご質問者は瞑想的なことをやりたいだけどフィットネス的なフィジカル的なことをやりたい人が多いっていうような類の質問じゃなかっただととすると これ、一歩間違えると、瞑想ってダメなの瞑想を軸に教えることってダメなのっていうふうになるのが僕は嫌なの。そんなこと言ってんじゃねえよ。うんうん、そう。それ、その話は関係ないわけですよ。その人の中で信じて実践してることが瞑想を主軸にしたヨガである。誰かから否定される必要あるそれ。ない,ですないんですよ。うん、そう。 ただ問題はですね今日のテーマはもう一回見せ、ね、ることの仕事なんです掛け合わさることの仕事ってなった瞬間にそれは相手がいるんですよ必ず。うんうん、でこの相手はどうなのかっていう視点が、うん、乱暴をお許しくださいヨガ業界は欠落してることが多いなって感じる。うん だってもう19年もいるんだもん19年もいてそれがすごくユーザーファーストな視点で物事が動いてるなと思ったらこの動画すらないしこのチャンネルすらないんだよ、うん、だけどなんでこういうことが起こってるかっていうとこの相手、まあ、ファーストというか、うん、未来の特に未来のまだいまだ見ぬだよね、うん、今これから来る潜在的なヨガをこれから始めてくれてるだくれるであろうユーザーさんに対する その人優位な視点っていうのは非常に他業界から比べると欠落した業界であったなと振り返ると感じますこれ嘘は言ってません感じます僕これは僕の主観ですでこれ理由も説明できますそれぐらいヨガっていうのは内観法なんですよ自分自身の中にある幸せだったり自分自身の中にあるシンプルなそこにある真実だったりを ヨガというプラクティスだったりプラノヤマだったり瞑想でそこに行くワークじゃん。はい、でそこでつるっとむき卵のように本来の私みたいなのに出会った瞬間にもその人はもうそれすでに幸せみたいなそうです、ね、こんなメソッドでしょ、まあ、乱暴を許しください、はい、説明すると、うん、だからこそその,時点その時点ではベクトルが内側に向いてるだけど今言った今日のテーマは掛け合わさることの仕事。 仕事っていうのはそれを今度は提供する相手がいるっていうことうん、うん。ってなると話が変わってくるんだよっていうのを知らない人が多い。うん、うん、うん、うん。なので何が言いたいかというと、えー、自分が本質だと思ってるヨガは、はい、ヨガをまだ未だ始めたことがない、うん、やったことがない人にとってみると、うん いや、それ全然興味ないっす。<laughs> っていうことが多いですよっていうことなんですよ。<ー>うん、ってことは、まあ、あるあの全国民が多分知ってるだろうホリエモンという人がいるじゃないですか。ライブドアを作ったあの人ですね。はい、頭がよくて実業もすごい、うん、実力がある人。僕、会ったことないんですけど、なんか こ怖いなって思うんですよなんか怖そうだなってなんか叶わないなと思って思うんですけど彼が言う話って、まあ、口はそんなによろしくないかもしれないけどいつもなんか本質ズバーンとついてるなって思っててなんか自分もこう刺さる内容が多いんですよね。で実はこのご質問頂いたときに、まあ、よかったら堀モン門さんのチャンネルにねそのなんか動画が多分まだ残ってると思いますから。 あ,のある高校生が面白いね、うん、高校生なのに、うん、あのマインドフルネスっていうことを実践してる10代の子がいて、うん、にあの日本の高校とかね、うん、学校教育にマインドフルネスを取り入れたいっていうのを提案しにねピッチみたいなプレゼンをして<ー>そのアドバイスを堀エモ門さんからもらうみたいな、うん、どううだろうなな尺からしたら10分もいいぐらいの動画ですこれがね実は同じこと言ってるんですよ今日お話しする内容と、うん、で要は簡単に言うと。 その高校生の子はマインドフルネスの本質を伝えたいんですよ。で、最初は森本さん、うんうんうんって聞いて。まあ、この人やっぱ天才だなと思ったのが、う,ん、うん、サウナと一緒だね。って発言されたわけ。だから、まあ、ぎゅっと十分を要約すると、サウナがなぜ流行ったかを。自分で考えて、マインドフルネスに生かしなさいっていう、もう天才的なアドバイスを。されてるわけ。でも。 この10代の子が悪くないよ。10代の子はまだ経験もないしね、実業もやったことないからしょうがないんだけど、いえ、古江さんと。サウナって、サウナに入るっていう方法論じゃないですか。うんうん、方法論とか僕どうでもいいんですよ。<laughs> みたいな。あの、伝えたいのは、マインドフルであるという本質なんですよ。うんうん、で、言ったら、まあちょっと、まあ、正しい、あの、一言一句間違え、あの正しいかとかをごめんなさいねあの。不確かですけれども、あの、その、 本質からずれるっていう発言を多分高校生がしたら、うん、はみたいな。うんうん、君何も分かってないなと。ずれていいんだよ、本質なんてって言って。そしたら、高校生が、ズレて、ずれていいんですかって本,本質ずれていいんですかって。まあ、もっと言ったら本質からどうやっていいんだよみたいな、ような発言をされて、僕は、実はそれ、大共感で、うん、ホリエモンさんが本質をどうでもいいって心から思ってるんじゃなくて、うん それは自分の中にそれぞれがあるものであってあのなんていうかなあのそれを体験したことのない人に、はい、これが本質なんですってヨガのフィルターで聞いてくださいね。あの瞑想が本質なんですとかあの幸せに生きることが本質なんですってことを前に、ね、出してねやってもねヨガを知らない人からしたらいや自分それいいっす <laughs> みたいなちょっと怖いっすみたいになりませんかってことを多分堀江ももサウナのね そのマインドフルネスとサウナっていうことを例えにやり取りされててあやっぱりこう分かってらっしゃるなとやっぱり実業をこんだけや,らやってる方って分かってらっしゃるなってで実はビジネス講座で言ってる内容もまあ本質的にはこういうことを僕シェアしてるんですよ。うん、じゃあヨガをどううやってて伝えいいいけばいいと思うみたいなこと。うんうん、でなだもんであのこれ何が今日結論として言いたかったかっていうと自分が伝えたい本質を。うん そのまんま何もこう、はい、え装飾せずに出すとはい、はい、結構ドン引かれる説っていうのがヨガでは起きますよ、はい、起きやすいですよっていう<ー>なぜなら八子息という八段の階段を上る最後の三山なんてまずアンサンスがないからもう。そうで,すね、でしょ <laughs>、えー、ディアーナの状態とかって言ったらみんな引かない <laughs>、ね、サマディの一歩状態を。 ずっと実生活でサマディまで行っちゃうとさ下脱しちゃうから多分実生活でできなくなくると思うよ社会ではだからサマディの一歩手前えディアーナの状態をいかに長く実生活の中で保とうとするかっていうのがヨガの極意なのかななんて僕は紐解いてたりするんだけどそれをさ今から始める人にいやさ最後「三山」っていうのがあってさディアーナがほんとだだからやったことないでしょ一回やったなって言ったら「やるか?」。 怪しく聞こえますよねっていうことが平行感覚なんですよねかだからその瞑想を僕が言うとねなんか小ばかにしてるんじゃないかっていうふうに聞こえたらごめんなさいそんなこと一回も言ってないです要は何かって言ったら誰に何のために伝えていくのかその方法論はどういうふうにやるのか、うん、ねあの本質を伝えるべきなのか一歩手前の方法論で伝えて、うん、堀山さん言ったら肩にはめちゃった方が、うんうん それを知らない人にとっては居心地が良くて継続性が高いのかみたいなことをですねかけるビジネス仕事では考えなきゃいけないんですよってことをですね全てのヨガの先生に知っていただきたいでこれはもう一回言いますね最後にね自分とヨガとの関係性ではかける仕事っていうのは関係ないわけだから、うん、今日話したことは一切忘れてください 僕はかけることの仕事っていうとここにみんな苦労してここに壁をぶつかるってことでしょっていうことを一応言ってるわけですからうん、うん、なのであのー、そうだな、うん、あのー、よく言うんですけど何だっていいと、うん、ヨガをやってもらえるんだったら何だっていいです、うん、ヨガジェネレーションのスタンスは何だっていいっていうスタンスですだからインドのまあ 今回新規でドクターマヘイシ先生とかね。あれまあ、モノホンの先生じゃん。<何>インドヨガ、リアルヨガ、ま、もう真ん中来てる人じゃん。うん、それもめちゃくちゃ心からサポートするし、うん、対局で言ったら、顔ヨガ、うん、もうめちゃくちゃサポートしてるじゃん。うん、多分対局じゃねヨガで言ったら、対でしょで、ね、だけど、間違いなく顔ヨガの方がみんなやるよね。うん、人数で言うとね。 だけど、顔ヨガがダメじゃないじゃん。うん、顔ヨガやった中で、ヨガに顔ヨガから触れて、ヨガってなんだろう面白い面白い面白いってなって、その人が、10人に1人の人が3年後、マヘイス先生に出会うっていうのがヨガの成長じゃん。うん、じゃない、うん、だからそれを分かっててやってるのか、自分本位で、私はセラピューティックなヨガだ。<laughs> 私は明日になの。みたいなものを、 こう提供するとダメじゃないよ。ダメじゃないけれども仕事では難しくなるよ。うん。難しく感じることが多くなると思う。でね。ただ、あのライブでもね、たまたま僕のコンサルコースの卒業、あの受講中の子がね、私の周りには比較的アーサナというよりは、 ストレス軽減とか自分の心を穏やかにとか、うん、なんか自分の精神面を整えたいからっていう動機で始める人が多いから、はい、別にそれはいいですよねっていう質問をしてくれた子がいて、うん、それはだからかったねなのよ、うん、もしかすると自分がそういう何かを見えない何かを出してて引き寄せてるかもしれないし、うん、たまたまその子の,あの提供したいものと、うん、その子の周りにいる人のニーズがパチンってあった。うん だけどさくらが住んでる周りの人が、うん、ダイエットしたい腰痛肩こりっていう人だと <laughs> この提供側のサービスとニーズはスカッてなるでしょ。うん、でここに「なんで?」ってなる「うん、なんで本質が伝わらないの?」っていうのは、うん、丘と違いなんじゃないの それはそう考える方がちょっとヨガ的じゃなく聞こえちゃう時があるよっていう話をちょっとここいらでね100本を超えて200本に向けては少し少し今までとは難しいく聞こえるかもしれないけどこういうことも理解していかないと書けるところの仕事っていうそれを仕事にしていくにはっていうところではね難しさを感じる人がやっぱり一定数いますからうん あのこの話が皆さんにとってどう聞こえるかというのが楽しみですということで、うん、はいどうですかそうですねなんか、うん、私はまだ指導したことないので何ともなんですけど、うん、もし仮に自分が先生をやっていたら結構多分その問題に陥るんじゃないかなーってこう話を聞きながら思っていて、うんうん、やっぱりそれは自分が好きなことだからこそでもあるしまあ、ヨガっていう コンテンテツ自体がそういろんな面を持っているっていうところもあるかもしれないんですけど、うん、やっぱりニーズをこう捉えてそこに寄り添わせていくっていうのはやっぱりビジネスしていく上でやっぱり大切なことなんだなって、うんうん、なんか今日の話を聞いていそうねこれはちょっと自分的には永久保存版かな <laughs> じゃ,じゃないそうですね <laughs> 自分的にはちょっと永久保存版にしたい。何本目だっけあれっていうのが、なんか旗つけといた方がいいじゃん。<旗> <laughs> このアイコンにね。はいはいはい。だから108本目。うん、108本目ぐらいだったらいいね。煩悩の数で覚えやすいから。いや108本目ぐらいにこう公開できたらいいななんて思うけども。ね、まあ一応ちっちゃく永久保存版にしとこうかな。はいはい。じゃあ入れそうするとなんかいろんな人にね、今後1年後に この動画に出会った人もあの動画を見といた方がいいよって言えるかなと思うのであと堀江さんのその動画のリンクも概要欄に貼っておいてもらえたら今調べたら108本目でした嘘でしょマジでさっき7本目撮ったんで8これすごいこれ運命じゃん108本目はこれですはいだから 永久保存版。まあ、個人的には永久保存版なので、これが全てのヨガの先生に見ていただけたらいいかなと思いますので。うん。やった。<laughs> なんかうまくできてますね。うん、今日はそういう日でしたということで。<laughs> はい。はい あのー、この動画では毎回、えー、概要欄にです、ね、質問フォームというリンクが設置されています。どの動画にもついています。はい、そこから聞いてみたいこと、僕とかさくらさんに聞いてみたいことをですねメッセージでどんな内容でも構いませんので,、うん、でこの動画で取り上げたりライブで取り上げさせていただいていろんなケースがありますけれども、はい、何かしらお答えしますということでやってますのでよかったらどしどしとメッセージをください。そして ちょっとさすがに間に合わないかもしれないですけれども、ね、11月はもうこの動画が公開された頃にはもう間に合わないかな。浜松に行ってます。はい、もし前日とかに間に合ったら明日浜松でヨガビジネス講座です。お申し込んで来てください。<laughs> で、12月は大阪に行きます。<laughs> はい、はい。でも永久保存版だからこういう自陣と言わない方がいいのかな。かで,ね、かでもまあ一応こう、コロナもね、<日>明けてオフラインでね、現場にもこう出向いて、 き出してますのでね。よかったらそちらのスケジュールの方も概要欄を見てチェックしてみてださいということで、うん、以上個人的にはちょっと真ん中のお話永久保存版しかも108本目 <laughs> ということでお後がよろしいようでは。